荒川哲夫の元気出していこうてっちゃんねる。元気出していこうてっちゃんねる。てっちゃんこと荒川哲夫です。川島亜美乃です。元気出していこうてっちゃんねる。この番組はてっちゃんこと大阪市立大学の学長で医学博士の荒川哲夫先生と一緒に病気や健康のことから身近な話題まで幅広くお届けします。大阪を元気に、さらに大阪から関西を盛り上げようという番組です。今日も最後までお付き合いください。この番組は合同会社ウェルネスオープンリビングラボの提供でお送りします。ではてっちゃん先生、今日のテーマを発表してください。はい、今日のテーマは、腹痛が起きる理由を知って大阪を元気に。はい、毎週テーマを決めてそのテーマに沿った話題をお届けしているんですが、今日はですねこのようなメッセージが来ております。神戸市西区のヨッシンさんからです。はい、てっちゃん先生、川島さん、スタッフの皆さん、こんにちは。ご自身の健康の秘訣について聞いていると、はいはい、ぜひ自分も試してみたいと思いました。肉って言ってましたね肉とニンニクっておっしゃって試してくださいそれから私自身はめったに病院へ通院する機会がないのでお聞きしたいのですが、はい、先生の消化器内科、はいね、では、はい、どのような症状の方を診察されているのでしょうかという、はい、はまあ、いろいろあると思うんですけれども。そうですね、まずあの、はい、今日のテーマのね、はい、あのお腹痛って言いますかね、腹痛、腹痛って言って病院に行って消化器なんか、そうですね、はいはいはい、まあ、消化器っていうのは、うん、口から肛門までの管の全部を言いますから、はい、ですから、まあ、そこで起こる症状はあの全部なんですけどね、はい、だから下痢をするとか、はい、まあ、便秘だとか、はい、あるいは吐き気がするとか、はい、そういう胃が痛むとかね。そうなると広範囲ですね。そうですそうです。あのだから結構ね、あの、他の専門家にかかるべき人も最初消化器内科に来られることが多いんですよ。例えば痩せてきたとかね、はい、そういうのはあの消化器に関係あるものが多いんですけども、まあ、中には甲状腺の働きが更新して、はい、痩せてくる人もあるんですよね。これは消化器内科とはまた違うんですよね。じゃなくて内分泌内科なんですけど、まあ、まずは消化器内科に来てもらったら、大体まあ総合内科的な内科とも言われているので、全体が見れるのでね、うん、もう窓口的な最初の感じですよね。それプラス、まあ、消化器の専門の深いところもやってるから。うん、でもそうなると今回腹痛ですけども、はい、お腹痛いって言ってもその範囲っていうのは広いところですね。広いですね。お腹痛い、この腹痛っていう場所がいろいろ違う、ね。うん、あ、そうですね、はいはい。まあ、上だとこの深下部って溝落ちですよね。溝落ちからおへその周りから下腹部、はい、下の中の方、はい、それから横っ腹ね、はい、うん、まあ、それぐらい分けられるんですけど、場所的にはね。はい、これ普通ね、うん、もう患者さんの方はお腹痛いって言ったらもうお腹痛いで終わってしまうんですけど、うん、はいはい、お腹のどのあたり。そうだから、まず我々が聞くのはお腹痛かったらまずどのあたりですか、うん、どんな痛みですか、うん、もうすごくキリキリする痛みなのか、はい、鈍い痛みなのか、はい、ね、でどんな時に起こりますか、はい、まあ、食事食べた後なのか、はい、お腹空いてる時なのか、食事と関係ない時なのかとかね、まあ、そういうあのいろんな要素があるんですよ、はい、で熱がありますかとか、うん、下痢してますかとかね、その随伴する症状とかね。お腹痛でもそうですいっぱいあるんですね、はい、うん、なんか専門家みたいに。いや、専門家です大専門家ですでもこれ忘れてました。食べたら治る腹痛っていうのもあるんですか。はいはいはい、あります、あります。最近減ってきましたけどね、その胃潰瘍とか、はい、あのそういうのは胃酸でやられて傷ができるんですね、はい、ですので食べるとあの胃酸が中和されて、はい、胃酸の悪さが減るんですよ、はい、胃酸によって自分の胃の中を攻撃してしまう。そうそれを薄めることが、薄めることができる。だから牛乳なんかもう、はい、あのすごいいいんですけどね、その経験的にもう何回も胃潰瘍してる人はもう傷んできたら牛乳飲んだら治るみたいなね、そういう経験的にそういうのを知ってる人は結構います、はい、もう癖みたいになっちゃってる人は、はい、なるほどね、うん、お腹いっ
くなる人もいるんですか。いますね、はいはい、逆にいますいます。それはまた全然別で違うんですね。それは消化する力が弱い人なんか多いんですけどね。そうすると、まあ、膵臓が弱ってるとか、はいはいはい、まあ、そういう膵臓というのは消化液を腸に送って、はい、食べ物を消化するのを助ける臓器なんですけども、うん、それが働きが悪いとね、はい、要するに不消化になるわけですよね。うんうんうん、だから食べた後お腹がもたれたりとかするっていうのは、はいはい、その消化する力が弱ってるっていうことにもなる。膵炎ってあんまり分かりにくい、ね、でも、うん、食べた後になんか痛くなる、うん、場所的にはどう。場所的にはおへその裏側、はい、おへその裏、うん、体の中央ということですか。そうそうそう、中央ですね。おへその大丈夫ですか皆さん。ドキッとされてる方、お酒とか飲んだ後とか、うん、そうですね、食べた後に おへその裏が痛くなる人は、うん、はい、これはもう膵臓が弱ってるかもしれない。知れないですね。なるほどね、はい、でこれね、私もそうですし、はい、私の父親もなんですけど、はい、すごくお腹が弱いんです。あ、特に、うん、ニンニク先生の健康の秘訣のニンニク、はいはい、焼肉大好きなんですけど、はいはいはい、焼肉食べた後は絶対お腹壊すし、はい、あとちょっとこれダイエットにいいよみたいなお茶飲んだら、うん、もう一日無理です。お茶、ダイエット茶みたいな、ダイエット茶飲むとそれね、いろいろあるけど、まあ、そのお茶がどうかわからないですけども、怪しげな食品っていうのはね、はいはい、わざと下痢を起こさせるのもあるんですよ。それでその食べ物を吸収させないようにするとかね、はい、だからね、そういうのは体に害になるから、うん、まあ、やめた方がいいですし、うん、焼肉食べて、焼肉は食べたい、まあ、そう、なんかね、壊すっていうのは、はい、やっぱりお肉ってね、消化するのにかなり力がいるんですよ。だからそのパワーがついていってないんじゃないかなと思うんですよね。よくね、うん、元気がなくなってきたから、うん、ちょっと体力つけるために肉食べようっていうのはどうなんですか。逆やね、ある程度元気がないとお肉も消化できないということなんですか。うん、まあ、その元気さがね、その何によってなくなってるかによるけどね。先生はやっぱり元気つけようって時に肉っていうのは、はい、合うタイプと、そうですね、そう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 、うん、なんか体が欲しくなる、あ、うん、それに従っているのが一番いいと思うんですよ。だ、例えば体がちょっと疲れるなという時は野菜が欲しくなったり、うん、果物欲しくなったり、うん、僕でもしますよ。でそれはそういうビタミンが不足してきたことを体がね、求めている。大事ですよね。だから元気なくなってきたら焼肉食べればいいんや、うん、いやじゃなく て、うん、本当に自分がそうそうそうすればお肉食べたらいいし、 そこで野菜がいいなと思ったら野菜を、そうですそうです、自分のうちの声を聞くって、うん、そうそう、だから無理やりね、うんうん、食べようと しなくても、うん、自分の体が欲するままに食べるのが一番健康にいいと思います。あとはまあ夏場に増えてくる腹痛っていうのもあるんですね。うん、そうですね、まあ、食中毒とかね、そういうのは夏場に起こりやすいものが結構ありますけどね。お腹痛っていうのもありますよね。あと男性の方とかの尿管結石、はいはい、の方も結構、そうですね、はい、これも夏場に結構多いんですけどね。なんで夏なんですか。夏場になると汗かくじゃないですか。そうするとそのおしっこが濃くなっちゃうんですね。少なくなって濃縮され出るから出るからね。だから水をどんどん補給すればいいんですけども、それがちゃんとできないと石ができやすくなるんですよね。尿が濃くなると石になるんですか。そう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 。塩で結晶作ったことないですか。作りました。でしょ、理科の実験で。濃いほどできやすいじゃないですか、はい、だから濃くなったらそれだけ石になる成分が濃度が濃くなるから固まりやすいですよね。じゃあ夏場は本当に水分取れ取れ言いますけど、そうそうそう、尿管結石を予防するためにも、そうですそうです、水分って必要になってくるんですね。だからすぐできませんけどね、すぐに石がポンと1時間でできるわけじゃないんですけども、あ、はい、夏場ずっとねそういうのが続くと、その間にまあじわじわできてくるね、夏の疲れとともに石も溜めてるという、はいはい、ことなんですね、はいはい、それがコロンと落ちてきたら、その尿管で管を通るときにすごく痛むんですよ。男性と女性だとどっちが多いとかあるんですか。
男性の方が多いですね。そう、はい、男性の方がよく聞くなと思ってたんですけど、はい、そうですね。だから男性でそういう患者さん来た時は、うん、僕はその出産と思いなさいと。いや女性はそうですね、そうそう、女性はね、うん、奥様を産む時に、はい、その同じ痛みを味わっているんだから、うん、そういうふうに言います。それでもいや我慢できへん、止めてくれとかですね。そんな痛いですね。痛い、ものすごく痛い。だ陣痛と同じなんです、そんななんですね、はい、これは皆さん心して水分取りましょう、でも死ぬ病気じゃないからね。もうその痛みは強いけども、うん、その意思が出ていけばもうケロッとしますから、でも避けたいですね。そうですね、はい、あと胃痙攣なんかの痛みもまた違う痛み、はい、あ、胃痙攣ね、胃痙攣もお腹痛に入りますよね。それは、胃痙攣が胃が痙攣してるんじゃない、なくて、これは胆石の発作なんですよ。まあ、胆のうってあの肝臓の下にあるんですけどね、はい、ちょっと胃のあたりなんですけども、そこから同じように腎臓結石と同じようにその管に出てくると石が、はい、すごく強烈な痛みが起こって、これ女性に多いんですよ。だからそのね、うちの母胆石ありましたでしょ、はい、手術しました、はいはいはい、それは胃痙攣じゃなくてね、胆石の発作なんですよ。そうなんですか、うん、シャクっていうやつね、時代劇で若い女性がこう、はい、道でうずくまっている時に、はいはい、お侍さんがね、はい、どうなされたって言って、はい、助けるの、はい、あれは胆石発作、あれは胃痙攣なんですか。あれそうなんですか。そうそうそう、でも胃は痙攣しないので、胆石なんですね。胆石、目の引く引くみたいに胃が引く引くってしてると思ってました。あ、そうそうそう、イメージ的に、うん、それは胆のの胆管という管が引く引くとしてる。それは水飲むことで、それは関係ないです。それは無理。それは避けられないんですか。うんうん、だからそれも医師の元になってるのがね、まあ、コレステロールとか、食生活、だからですね、いやーでももう腹痛といって もういろんなものがありましたけれども、はいはい、ね、ではてっちゃん先生もこれは腹痛もパート2がいりそうな感じですけれども、まとめの一言お願いします。これはまとめられへんのでね、もう川柳でいきます。お願いします。川柳で、はい、借金で、はい、首が回らず腹痛い。結構な一句でございました。来週もお楽しみに。元気出していこう。てっちゃんねる。腹が痛いと腹痛いをかけてたということで、私が分かってると思います。さあ皆さんからもぜひてっちゃん先生に何でも結構です。質問お待ちしております。メールの宛先はこちらです。アルファベットで TE 数字の2でてつアットマーク OBC1314.co.jp てつアットマーク OBC1314.co.jp。ファックスは06-6577-0301。 おはがきは郵便番号 552-8501 ラジオ大阪元気出して行こうてっちゃんねるまでお待ちしています。またメッセージをご紹介させていただいた方にはてっちゃん先生の本、あなたの主治医が名医に変わる本をプレゼントいたします。そしてこの番組のホームページから過去の放送も聞くことができますので、よかったら聞いてみてください。元気出していこうてっちゃんねる。ここまでのお相手はてっちゃんこと荒川哲夫と川島アミルでした。それではまた来週。この番組は合同会社ウェルネスオープンリビングラボの提供でお送りしました。